ヨリさん、アカリさん、占いで出た場所はここです。ここに封印されているのね。太古の昔、魔族を率いて世界征服を企んだ伝説の吸血鬼。うわー、アカリドキドキしちゃう。それでは封印を解きます。えい。雇用されているだけです。やはりお二人がおごるべきでは。どっちでもいいの。というかどっちもおごれなの。三人合わせて計三個なの。だいたい都を誰と間違えたの？大昔世界征服を企んで封印された伝説の吸血鬼よ。太古の昔、魔族を率いてヒューマン、エルフ、ビーストの三種族を相手に戦った魔族の王。神々との最終戦争、リグベーダで敗れたけれど、その体は今もどこかに封印されたまま、再び目覚める時を待っているっていう。ランドソルに住んでいる人たち、特に魔族の中では有名なおとぎ話よ。ミヤコちゃんも魔族なら聞いたことないかな。伝説の吸血鬼？ミヤコ、死ぬ前のことはよく覚えてないな。そんなやつ、本当にいるの？いないかも。所詮はおとぎ話だし。いるよ、絶対。この子はアカリ。私はヨリ。双子なの。実は吸血鬼を見つけようって言い出したのはアカリなんだ。伝説の吸血鬼はね、その魔力でいろんなことができるんだよ。それでアカリは吸血鬼に叶えてもらいたい秘密の願い事があるんだって。うん、アカリ、世界で一番可愛くなりたいの。秘密じゃなかったの？あ、言
探していたんですか。私も伝説の吸血鬼に叶えてもらいたい秘密の願い事があるんだけど。ですが吸血鬼は一般的に魅了チャームの能力を有していると言われています。あかりさんを美しくすることもできるかもしれませんね。本当？あかり頑張って探しちゃう。ふーん、それじゃあその吸血鬼は都を生き返らせることもできるの？そうですね、一般的に吸血鬼の能力には死者の蘇生も含まれますから可能性はあると思います。そうなの？だったら都も手伝うの。私は忍、占い師です。ユリさんとあかりさんに頼まれて伝説の吸血鬼が封印されていそうな場所を占って案内をしています。失敗ばかりですけどね、今回みたいに。すみません。しのぶさんの占いはよく当たるって評判なのに、どうしてなのかな。そのドクロの水晶を使って占うんだよね。はい、ただやる気のあるなしで占いの的中率にムラがあるんです。気分次第で当たらないんですか？占い師はそういうことを自分で言っちゃダメなんじゃ。私の気分ではなく水晶の気分次第なので。おう、俺は美女に関することしか占わないって決めてるんでな。喋ったの変なドクロなの。紹介が遅れました。こちら私の父です。とある事情で死んでしまったのですが、とある事情でドクロとして生きています。気持ち悪いの。気持ち悪い？チッ、これだからガキが困るぜ。お前も大人の女になれば俺のかっこよさが分かるようになるぞ。私もおじさんは好みのタイプじゃないな。おじさんのかっこよさが分かるのは多分私たちが往生して骨だけになった後かな。父は女性が好きで、特に肉体が豊満に発育した妙齢の女性が大好きなのです。その中でも薄着の女性に目がありません。最低。これだから男って。大人で薄着な女の人？みやこ、それなら見たことあるの。何？本当か？うん、プリンをくれたら教えてあげるの。あの、私たちが探しているのは伝説の吸血鬼であって薄着で妙齢の女性じゃないの。だから教えてくれなくても。いや、俺たちが探しているのは妙齢の女性だ。吸血鬼なんて後でいくらでも探してやるわい。みやこ、案内しろ。みやこちゃん、案内してもらえる？わかったなの。プリン5個で手を打つの。ここなの。私たち幽霊の中では超一流の心霊スポットとして有名な場所なの。超一流の心霊スポット？嫌なところね。日当たり不良好、感性というよりも不気味、地区は数千年というところでしょうか。理想的な物件ですね。あれなの。あれは。うおー、美女ナイスボディ、露出肩、
まさに俺の理想の女子。ものすごいまがまがしいオーラ。これってもしかして伝説の吸血鬼なんじゃ。確かに伝説の吸血鬼が女性である可能性も否定できないと思います。とにかく封印を解いてみましょう。えい。闇の女王イリア・オーンスタイン様の復活じゃ。なんじゃお主たちは。わらわを目覚めさせたのはお主たちか。よくやった。わらわの従者にしてやろう。なんで子供になっちゃったの。子供。何を言っておるのじゃ。わらわのこの美しい姿を見て。うわぁ、なんじゃこの体は。子供の姿になっておる。なぜじゃ。なぜだ。俺は認めん。ほれ、早く元に戻れ。ボンキュッポンのパーフェクトボディに。わらわとて戻りたいのじゃ。主たち、何とかするのじゃ。大人になる方法。あかり、まだ子供だからよくわからないな。何言ってるのよ。あー、もうどうしたらいいの。これよりわらわたちは世界征服を開始する。ディアボロスの結成じゃ。なんじゃなんじゃ。どうしてそんなに辛気臭い顔しておるのじゃ。そんなことより早く都を生き返らせるなの。ミヤコちゃん、イリアさんはそういうのできないんだって。できないとは言っておらん。この小さな体では魔力が足りないだけでじゃな。いや、むしろ魔力が足りなくて子供の姿になっているというべきか。伝説の吸血鬼がちっちゃな女の子だったなんてね。私たちの願い事は叶わずじまいってことか。イリアさん、私たち5人で世界を征服するのはかなり困難だと思うのですが。うむ、わらわに本来の力が戻ればたやすいことなのだが、このような姿ではな。じゃが安心せい。今日はみんなに助っ人を紹介するのじゃ。おい、出てくるのじゃ。あなた、なんでここに。イリアさんと知り合いなの。あー、お前ミヤコにプリンを持ってきたの。早くよこせなの。こんにちは。ちなみにあなたの今日の運勢は最悪のようですね。気をつけてください。お兄ちゃん、あかり会えて嬉しいな。胸がこんなにドキドキしてるよ。ほら、触って確かめて。なんじゃ。お主たちもこやつと知り合いじゃったのか。あぬしも好色じゃな。わらわの従者たるもの、これくらいのチャームは当然かもしれぬな。うははは。とにかくこれでディアボロスは戦力が増えたというわけじゃ。あんたが助っ人になっても
さっぱり戦力が上がった気がしないわ。そうですね、人員も6人になっただけですし、世界征服をするには心もとないですね。ふふん、数が心配か。まあ確かに兵の数も軍隊の戦力を決める重要なファクターじゃからな。わからんでもない。じゃあ安心しろ、わらわには闇の眷属がおるのじゃ。それらを刺激すればあっという間に死の舞台の完成じゃ。闇の眷属？それって強いの？ふふふ、では見せてやろう。いでよコウモリたち。あ、すごい、こんなにたくさん。さすが吸血鬼。見たか。とりあえずコウモリたちよ、そこで羽を休めるがよい。お主たちどうしたのじゃ。いた、な、何をするのじゃ。 やめるのじゃ。こいつらわらわの言うことを聞かんのじゃ。これほどまでわらわの魔力が弱まっていたとは。イリアさん、自分で刺激した魔物にやられてどうするんですか。本当に伝説の吸血鬼なのでしょうか。うわっ、た、助かったぞ。さすがわらわの従者じゃ。なかなか頼もしいところもあるのじゃな。少し見直したぞ。少しだけじゃがな。イリアさん、顔赤いですよ。そんなことはないのじゃ。わらわが子供の姿なので心細かったとか、別にこやつの男らしさにびっくりしたとかではなくてじゃな。なんだか胸がドキドキする。変な気持ちなのじゃ。おかしいのじゃ。イリアさん、元の姿に。本当じゃ、元の姿に戻れた。なぜじゃ。そんなことはどうでもよいか。とりあえず主に逆らったこいつらには裁きが必要じゃな。バーミリオンバイト。すごい、あんなにたくさんの魔物を魔法一発で倒しちゃった。さすが伝説の吸血鬼ですね。いや、わらわの魔力はこんなものではない。完全に力を取り戻すにはまだ時間がかかるのかもしれぬな。じゃが今はこれで十分じゃ。魔力が戻った？っていうことは私たちの願い事も叶うってこと？わらわはこれよりこの姿とこの魔力を持って世界征服を開始するのじゃ。なんじゃ？また子供の姿に戻っちゃった。なぜじゃ。まだ魔力が復活しておらんのか。じゃとしたらさっきはなぜ大人に戻れたのじゃ。わからんのじゃ。さっきは確かお主に助けられて、助けられて。あ、また赤くなったの。あ、おお、
しかして変身のきっかけってあった？これよりディアボロスの世界征服会議を始めるのじゃ。世界征服会議？うむ、わらわの姿も子供のまま、戦力はこやつを加えてもわずか6人。やみくもに世界征服を始めても道は険しいじゃろう。そこでみんなに策があれば聞いてみようと思ったのじゃ。作戦具身を許可するから申してみよ。まず忍、何かアイデアはないか？まずは男を皆殺しにすることです。うむ、確かに男の方が戦闘力が高い傾向があるからな。というわけでまずはこの小僧をぶっ殺す！ねえ！お父さん、いい加減にして。へっ！忍が怖い！なんじゃ、忍ではなくドクロ親父の意見だったか。次、ミヤコ。ミヤコはプリンが大事だと思うの。プリン？なぜじゃ？世界中のプリンをここに集めるの。そうすればみんなプリンが食べたくて言うことを聞いてくれるの。なるほど、まずは食料の流通を抑えるということじゃな。でもみんなが言うことを聞いてもプリンはあげないの。ミヤコが全部食べるの。ひどい暴政じゃな。次、あかり。あかりも征服するためには征服が大切だと思うな。征服するには征服が大事？ああ、征服のことか。なるほど、軍隊には統一された軍曹が必要かもしれんな。お兄ちゃん、どんな制服がいい？スカートは短い方が好き？セパレートでお腹が見えた方がいいよね。あ、お兄ちゃん視線がエッチだよ。とても戦に向いた軍曹とは思えんぞ。あかりの案は却下じゃ。次はヨリ。お主ならどう戦うのじゃ？そうですね、戦力が乏しい場合長期戦は厳しいからやっぱり速攻で決めたいですよね。スタートダッシュから攻撃的にが基本かな。おお、本格的な戦略じゃな。頼もしいな。でも守りも大事ですよね。守備を制する者が勝負を制す。防御と回復と除去もデッキに入れて。うん、いいことを言っておるのじゃが、デッキ？結局はどんなプレイスタイルにするか次第ですかね。カードバリューを考えて盤面を固めてコンボが発動できるように。それはカードゲームの必勝法の話じゃ。よりの意見も却下じゃな。お主はどうじゃ？おお、頼もしいな。具体的にはどうするのじゃ？具体案は何もないのじゃな。愚か者が！さっきからダメ出しばっかりですけど、イリアさんは何か考えがあるんですか？もちろんじゃ。では最後にわらわの名案を披露するかな。よく聞くのじゃぞ。それはじゃな、お主が
わらわと夫婦になることじゃ。さっきの戦いでわらわが元の姿になったじゃろ。その理由を考えてみたのじゃがな、おそらくお主のせいなのじゃ。詳しい理由はわからんし、きっかけもわからんが、お主がわらわのそばにおればきっと元の姿に戻れる。そうなれば世界征服は叶ったも同然。人類だろうが魔物だろうが神であろうが恐れるものではないわ。どうじゃ、いい意見じゃろ。ダメです。なぜじゃ。お主たち世界征服したくないのか。別にしたくないです。それにこいつとイリアさんが目を取って、ハレンチです。お前はミヤコの下僕なの。ミヤコにプリンを持ってくるのが仕事なの。お兄ちゃんと結婚するなんてダメ。あなたとイリアさんの結婚には不吉な運勢が見えます。賛成できません。なんじゃ、お主たち焼いておるのか。違います。違うよ。違うな。違います。